今日の話は、久々の黒い経血の秘密ですね。子宮ちゃんちの環境からね、ちょっと説明させていただいております。はい、子宮ちゃん、はい、また今日照らされてるよね。はい、輝いてる感じする、影バッチリついてる。本当、いいことあってね。まあね、黒いやつ、黒い経血、これがね、なんかすごく再生数多いっていうことは皆さんやっぱ気になってるんじゃないのかなというふうに思ってます。そうですね。ね、で黒い経血、しきちゃんどう最近は？最近は、ちょい黒出てくる？はい。こうさ、このイメージは何ですか？血液がこう、まあ、出るわけじゃないですか。出てって、一部一部がこうなんか黒いような感じ、こんな感じ。塊それ。塊。ああいや、全体的にちょっと薄暗い感じがします。薄暗い感じがする、はい。量は少なくてそう見えるだけじゃなくて。そうなのかな。まあなんか量が多くなってくると当然ですけど鮮血が多くなってくるわけであって。少なくなってくると黒く多少ね薄く見えるっていうのは、まあ、それはそうなんですけども、まあ黒っぽいのがね出てくるっていう形の方がやはり相談を結構コメントにも書いてあるわけですよね。しかもなんか出るときは痛いみたいな話なんで、ですね、このね、このシリーズっていうのがさ、例えばやっぱりもういろいろコメントいただけるわけなんですけども、現実としてやっぱりいるんですよ、ですよね。で黒いこれがさ、黒いやつが黒い血というものが黒いって怖いよね。黒い血みたいなのがさ、おどろおどろしいわけじゃないですか、ですよね。しきちゃん、これって例えばなんていうのかな、なんか悪いことするんですよ。何すると思う？どんなことするか、もう一回って酸化、酸化ストレスですね。酸化ストレスですね。酸化ストレスっていうのが起きるとどういう影響を与えます？周りが酸化しやすくなる。そうだね。まあ要するに電子を取られて、次から次へとカスケードですね。カスケードっていうのが起きる。細胞膜がどん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 次から次へと壊れていくっていう形になりますですね。細胞膜が壊れていくので、なんだろうな、これってなんか変な話さ、極端な話いくと全身に回るようなイメージですね。少しイメージ湧く、こういうの。例えばね、こういう子っていうのがどういう訴えをしてくるかっていう と、例えば過去の例でいくと、例えば卵巣を1個取っちゃったって方、体調が悪いって形になって、チョコレート農法がひどいから癌化しちゃいけないから取りましょうって言うんですね。取っちゃったりするわけですよね。取っちゃったりすると、めっちゃ体調良くなったりするんですよ。そこがヘモジデリンっていう鉄が溜まって、鉄がヘモジデリンって言って鉄だよね、鉄の慣れの果てみたいなのが溜まっていくと、そこの部分からずっと全身に酸化ストレスが溜まってくるわけですよね。なってく、酸化ストレスが出て全身に回るっていう状況になると、なんか体調が悪いって言ってるなと思ったら、取ったらめっちゃ調子良くなってなんていう例があったりするわけなんですけども、やっぱりね、その今極端な例で卵巣そのものがそうなってて取っちゃってよかったなって話なんだけど、子宮にもこれがたまるっていうところはなんとなく分かるよね。でもむしろ発生源が子宮なので、一回一回しっかりと剥がれるようにしていきたいなっていうふうに思いますね、子宮ちゃん。ね、一回一回の整理がさ、ちゃんともうシュッシュッシュッとこう出てくるといいと思うね。いいと思う。ね、少なくても不安になると思うんだけど、やっぱりなんか少ないっていうことはさ、やっぱりなんかできてないのかなっていう可能性があったらしいんですよね。で、まあ子宮というものがあって、経血がこんなところにはありませんよ、うちなんでね、経血があって
経血があって、まあ、液体でもあったりするので、この中の方にこう残っちゃったりするケースがあったりするわけですね。まあ、腺筋症なんて言い方しますよね。腺筋症でエストロゲンの値が高かったりするとそういうものが残りやすかったりもするっていう形ですよね。また、この中に筋繊維の中に、筋肉繊維の中に入らなくても、こういうところであの子宮の収縮っていうものが悪かったりすると、やっぱり剥がれきれないわけじゃないですか。ある意味わかります？剥がれきれなくてこういうものがこう残っちゃってる感じですね。残っちゃってる感じ、なんとなくわかります？月田の家のお風呂はどう？綺麗？綺麗だな。何やってんの？当たり前。なんか動揺してんの。当たり前でしょ。怪しいな。汚いじゃないの。当たり前。超綺麗だよ。でもさ、お風呂のお掃除しないとさ、なんとなく浴槽磨かないとさ、なんかちょっとか。何かな。なんでさ動揺してんの。ね、こんなになったりするじゃないですか。汚れがなんかたまにはカビキラーみたいなしなきゃいけなかったりするわけ。したことない一回も。うん、浴槽でしょ。浴槽じゃなくてその外とかさ、いろんなところでさ、わけじゃん。でこういうものが残ってて、でも外からさ、なってて、なんていうの、多少これが残っちゃってたのも当然ですけども、酸化ストレスって出るの分かる。着床しづらいと思うね、これって。正常の細胞の働きをしないってことは着床めっちゃしづらくなるわけね。そういうことでこれ出てまた剥がれますよね。表面から剥がれていくもんなので、まあ、ちょびっとこれ今日が残るかもしれないけど、残ったらこれまた塊になりそうだね。残った、またこれが出ていって、ブラック経血になるっていうような形になりますですね。着床しづらいはお隣の卵巣ちゃんにもちょっと迷惑をかける可能性がありますね。そんな感じになります。なんとなくイメージ湧くかな。はい、うんうん。皆さんはもうだからやっぱこれね、結局子宮の代謝ですよね。血流状態を良くして、しっかり栄養素を取ってエネルギーがしっかり溢れて帰ってる、子宮卵巣にしていただくと基本的に1回から出るわけですよね。またはちゃんと骨盤内動かしていただいてね、全く座りっぱなしで何も動かないって話になったら残りやすいイメージあるじゃないですか。そういう状態を避けていただいていくと、とてもいいんじゃないのかなというふうに思っていますですね。まあそういう形でいって、まあね、あのほら子宮ちゃんちのお風呂みたいにそういう形にならないようにですよね。どういう形なんかほらいろんなもの保ってるでしょ。ちゃんと取ってるよ。取ってるんだね。じゃあいいんだけどさ、ならないように皆さんちょっとね、考えてみてください。一回一回きれいよくするにはやっぱり血流なんですね。血流よくして、血流がいいから、コメントあったんですけど、ね、ちなみにね、酵素の働きだからそれ関係ないと思いますみたいなコメントあったんですけど、それ気持ちわかります。でも、その酵素働くのも残念ながら血液なんですよね。そうなんですよ。で、ちなみにこの平滑筋というものが収縮しないとできれないんですよ。本当にね、できれない。だから中学生なんかっていうのはまだね、あの膣とかそういうところのその血管の大きさがちっちゃいのに収縮する力あるもんだから、意外と生理痛とかあったりするわけじゃないですか。ですよね。ってことを考えていただくと、収縮も間違いなく必要になってきますので、そのパワーを、まあね、しっかり発揮できるような、子宮になっていただきたいなというふうに思います。